ここはどこだっけ。起こしてくれたっていいじゃない。電話が鳴ってるのにどうして誰も出ないのよ。私のダミーの邪魔をするた、いい度胸じゃないのよ。はい、もしもし。私の名前は天道刹那。君の名前は？何？君の名前は？空に、今すぐ逃げた方がいい。逃げないと君は殺される。はあ？君はその世界におけるヤギだ。ヤギの役割は決まっている。スケープゴートだ。ではヤギを求める者は誰だ。当然これも決まっている。生贄を求めるのは神と呼ぶべき存在に他ならない。その世界の神はひどい悪意を持っている。そのままぼーっとしていれば君は多分間違いなく殺される。ちょっとわけわかんないこと言わないでよ。いいから聞け。名前以外のこと、何か覚えていることはあるか？名前以外のことは、私大丈夫、落ち着いていい。それは全く不思議なことじゃない。私どうしたら。ともかく逃げるんだ。
私は今、君のいる場所に侵入を試みている。それまで、なんとか頑張ってくれ。わかった、逃げる。いや、ちょっと待って、逃げるってどこへ行けばいいのよ。どこでもいい。今は誰もいない。誰もいない。だったら教室以外の誰もいない場所を探して、もし誰かに会ったら、それがどんな存在だろうと絶対に接触するな。分かったかい？分かった。生体反応完全消失を確認。天使が動き出したかも。あの今なんて言った？どうやら動き出したらしい。今すぐ教室から出るんだ。今すぐに。急げ。とりあえず今は逃げる。もしもし。ちょっと一体どういうことなのよ。どういう理屈でこんな場所に電話あるのよ。一体どこにかけてんのよ。ふざけんじゃないわよ。こっちは怖いんだから。元気だね。ちっとも元気じゃないわよ。何が何だかもうわからない。これ夢？夢よね。夢だと言って。君が知っている現実とは少し違うかもしれないけど、目を覚ましたらベッドの中という希望は捨てた方がいい。持って回った言い方しないで。ああもう。君は今女子トイレ？そう。幸い誰もいないみたい。いないだろうね。今その校舎にいるのは君ともう一人だけなんだから。残っているのはもう君だけなんだ。私以外の人たちは？いない。皆殺しにされたらしい。
ずいかな。受話器を取っている間、音を君がいる世界から切り離しているから問題ないと思う。そんなことできるの？いや、今なら何でも信じるけどさ。不可能じゃない。はためには君がパクパク口を動かしているだけに見える。ああそう、他人の目がなくてよかったわ。悪いニュースが一つある。この状況以上に悪いニュースがあるならさっさと言って。君を助けるには思っていた以上に時間がかかりそうなんだ。もう少し頑張ってほしい。ああそう、じゃあこのまま待ってるわ。うん、すまない。いいの。ああところで、刹那だっけ？そう、私の名前は天道刹那。ふん、ちょっと変わった名前ね。ああ、いや、かっこいいとは思うけどさ。そんなことを言われたのは初めてかもしれない。あら、そうなの？それでどのくらいで助けに来られるのかしら。1時間後。無論できるだけ短くするように努力はしている。なんだ、すぐじゃない。ただし30分以内に君は間違いなく襲われる。君の居場所は分からずとも、君が存在することそのものはそいつにはわかるのだから。そう。怖くないのかい？怖くないと言えば嘘になるけど、でも記憶がないせいかしら、どこか曖昧なのよ。記憶がない理由もわからない。どうしてここにいるかもわからない。自分がどんな存在なのかすらわからない。そうだね、わからない。何もわからない。わかる必要がないのかもしれない。いやよ、そんなの。無事に脱出できたら私はわからないことをあなたの胸ぐら掴んででも問いただすから。過激だ。そういう性格みたいね。記憶飛んでるからわからないけどさ。それから、今音がしなかったか？した。じっとして動かないで。わかってるわよ。それよりこの声本当に聞こえないんでしょうね。多分って何よ、ふざけんな。もし聞こえてたら弁償してもらうからね。ともかく急いで君のところに行くから、一旦切るよ。作業に集中したい。嘘、待てよ。こんな状況で一人は嫌よ。静かに、すぐに行くから。ちょっと待って。
神様お願いします。一生分の幸運を私にください。つけた。あれ？そうかそうか、クグツ、先生の授業はそんなにつまらないんだな。違います。誤解です。誤解誤解。じゃあいきなり規制を発して授業中に立ち上がり、キョロキョロと周囲を見回した理由を述べよ。どうした？寝ていたんじゃないならきっと理由があるんだよな。先生、副物のことは信頼してるからな。学級崩壊させたくて。副物ソラミアウト。死んでしまった方がいいんじゃないかしら。友人であることが恥ずかしくなったわよ、私。うっさいわね、女子生徒へ。中学以来同じクラスの友人にモブ扱いされた。夢見が悪かったせいで、どうにもこうにもいろいろと曖昧なのよ。んで、あんた誰だっけ？うっさ、そんなこと言うやつには絶対に私の名を教えてなんてやらない。わかった。じゃあこれから一生南雲優里のことは女子生徒 A で通すから。ねえ A さん、前から思ってたんだけど、あなたって人生におけるイベント A が少ないわよね。あらゆる意味でひどい発言ね。てか普通に覚えてるじゃないのよ。もう心配して損した。嫌な夢だったわ。あら、ソラミって夢を覚えているタイプ？インパクト強い夢を見たときは割と。でも大抵はその日のうちに忘れちゃうわ。そりゃそうよね、夢なんてそういうもの。あんまりリアルだったし、痛みまであったのよ。思い出すだけでも気分悪い。通覚がある夢っていうのは確かに珍しいかもね。どんな夢だったのかしら。あれ、誰かに追い回される夢。あるある。私はね、ホッケーマスクの怪人とチェーンソーを持った怪人と頭に針を刺したセノバイトとゾンビとグールとリビングデッドに追い回された夢を見たわ。なぜゾンビとグールとリビングデッドは
いちいち編集狂的に分類したのかよくわからないけど、あと嬉しそうなのもよくわからないけど、まあ悪夢としてはパターンよね。ストレスか、やっぱストレス溜まってんのか。私溜まってんでしょ、いろいろと溜まってんのかな。それも彼にも空見が熟れた体を持て余しているとか言い出したら大抵の男子生徒はエキサイトするでしょ。一言も言っとらんわ。まあ嫌な夢なんてさっさと忘れなさいな。所詮夢は海の穴に過ぎない。存在を許されるのは一瞬だけなの。だからこそ波しぶきは美しく夢は綺麗なのよ。悪夢は醜悪であればあるほど。何変なこと言い出してんだか。部活があるからお先に失礼するわ。じゃあまたしてね。いってら。うん、九月空見、どこへ行く？あだ夢の助、集体をさらけ出して少しはまともになったのかと思ったのだが、ダメか。ああ、はいはい、ついでだから忘れてもらえると助かるわ、アジャ君。アジャじゃなくてあだだ。何度言えばわかるのかね、君は。いいじゃない、高名な女子プロレスラーと同じだなんて。私だったら喜ぶけど。それと親から受け継いだ名前を変えてしまうのとでは話が別だ。で、何の用なのよ。うん、奇妙な夢を見たんだそうだな。そうよ、悪かったわね。夢は少なからず現実を反映する。どんな荒唐無稽な夢であってもそこには必ず現実の記憶が絡みついている。そんなもんなの？そんなものだ。で、夢の内容は覚えてないのか？わかった。うん？私が夢の内容を聞かせると、うん、それは欲求不満だね、クブツ君。溜まっているんじゃないかな、あっはっはっていうつもりでしょう、この変態。君の想像力は無限大すぎる。というわけでごめん、覚えてません。綺麗さっぱり忘れちまいました。そうか、それは残念だ。行きましょう、夢の助様。うん、もうそんな時間か。それでは俺はこれで。ああ、うん、じゃね。反省したか、九月。
しました先生。さっき南雲に聞いたんだが、お前寝ぼけているんだって。余計なこと言いやがったな、あんにゃろ。すいません、弁解のしようもございません。でもまあ、ついさっきそれで鉄拳制裁食らったことですし、ここは一つ。何がここは一つだ。大体おめえ、他人の名前すら曖昧になってるんじゃねえか。そんなことないよ先生、よくないね。お前、うちの近所に住んでる外国の姉ちゃんか。すいません、先生の名前を忘れました。熊本先生だ、思い出したか。熊本先生ですね、覚えました。どうやら相当衝撃的な悪夢だったんだな。どんな夢だった？夢を見ている間は今までにない斬新かつアバンギャルドで最強絶叫ホラーって感じだったんですが、追いかけられるね。そんなに大量の課題を出した覚えはないんだが。課題ありましたか。あるぞ。今日一日で終わるかどうか微妙ってところのレベルだ。一週間前に出したはずだが。覚えてないのか。つくつくダメなやつだな、お前さんは。面目ないです。はい、あ、どうした？いえ、思い出しました。英語の論文でしたっけ。なんだ、思い出せたのか。で、やってるのか。はい、一応最後までやっています。確か今日遂行するつもりでした。明日には提出できます。なんだ、優等生じゃないか、お前。優等生ですよ、そういう設定です。設定じゃなくて努力の証だろ、それは。自分が優等生なんて自覚なかなか持てなくて。そうか、まあいいや。じゃ、明日の提出忘れるんじゃねえぞ。あと、悪夢を見るな。いや、夢のコントロールはちょっとさすがの私でも。さすがの私って、お前はどれだけ自分を高評価してるんだ。それはともかく、枕の下に何か面白いものでも入れておけ。あ、じゃあヌードルズのコント DVD でも差し込んでおきます。あれ、ホラー混じってるコントもあるから気をつけてな。詳しいですね。久口さん、今帰り？
妹さんが待っているわ。早く行ってあげなきゃね。一ついいかな。どちら様かしら。え、私のこと知らない？ちょっと待って、今思い出すから。さっちゃん。それは私のあだ名であって本名じゃないわ。ごめん。漆原青美さんだよね。当たり当たり、よかったよかった。放送部の漆原です。はじめまして。あ、やっぱ初対面なんだ。うん、絶賛記憶喪失中のググツサラミさん。いや、普通に記憶戻ってますから。寝ぼけてただけっすから。あら、つまらない。授業中に居眠りこいて悪い夢見て寝ぼけただけです。それももう過去の話。ねえ、それってどんな？いや、もう覚えてない。何もさっぱり覚えてないの。記憶から消えた。喪失してしまったの。バックアップも取ってない。上書き保存しちゃったのよ。名前をつけて保存しなさいっていつも言っているでしょうに。言われたことないわね。少なくとも初対面の人間に。ああ、それもそうか。それで何の用なの？ちょっとお話ししてみたくなっただけ。私と？あなたと。まあいいや、何を話そうか。いいお天気ね。そこから？いや、まあ確かにいいお天気だけど。ちょっと思い出したのよ。確か電話が鳴ってたわ。へえ、私電話なんて知らないの？そりゃ知らないでしょうよ。私の夢なんだもの。で、教壇の上に黒電話が置いてあったのよ。そこら辺、もうちょっと詳しく聞かせてくれない？ごめん、妹と待ち合わせしてるのよ。完全に思い出したら、明日にでも教えるわ。じゃあまたね。
お姉ちゃん遅いよ。罰としてバルドダッツのジェラートをおごって。ちょっとバルドダッツなんてどんだけハードル上げるのよ。100円アイス以外はおごれないわね。ケチくさいな、お姉ちゃんは。当然のように自覚しておりますわ。まあいっか、帰ろう。どうしたの？なんか夢見が悪くてね。夢？何かに追いかけられる夢。ちゃん大丈夫？1時間。1時間？とにかく逃げるわよ。なんで？いいから！何も言わずお姉ちゃんについてきて。お姉ちゃん。ごめん引っ張って。ねえ、あの、お
なの？さあ、私には腐乱した人間の手首に見えるわ。に、偽物だといいよね。どうしてそんなのが学校に？この人、お姉ちゃんのクラスメイトじゃないの？え？だって、ほら！逃げましょう。何？何？何なの？わけがわからないよ。いいから早く、泣くのは後になさい。見ない方がいいわ。
どうしたの？わからない。わかってもしょうがないことだけど聞かせてよ。あ、うん、さっき私熊本先生に会ったのよ。あと、あだとその彼女にも。うん、死体が冷たすぎないかなってそう思っただけ。どうでもいいことでしょう。うん、どうでもいいよね。だってあるんだもの、ここにこうして本物の死体があるんだもの。教室から出よう、シーナ。もうこんな場所にいたくない。できなかった。ちょっとこんな時に何言ってるの？だって言ったじゃない。私より先に彼氏作ったら承知しないわよって。あれは冗談よ。何言ってんのよ。そんなの分かってたでしょ。分からない。冗談って何？お姉ちゃんにとっては冗談でも私にとっては冗談じゃなかった。そうよ、全部お姉ちゃんのせい。こんな目に遭ってるのも全部。シーナやめて。
やめない、お姉ちゃんなんでしょ、これ全部お姉ちゃんのせいなんでしょ、だからなんで、いや、お姉ちゃんが、違う、私は何も。シーナ、シーナ、いや、いや、人殺し、違うの、私じゃないの、嘘つき、人殺し、違う、私は。シーナ、しっかりして。お前が殺した。お前だよ、お前が殺したのか。俺は見ていたぞ、はっきりと見ていたぞ。お前だ、お前が殺した。隠すな、くぐつ空に。殺したのは紛れもなくお前だよ。そうね、あなたが殺しました。他の誰でもない、紛れもなくあなたが殺しました。違うよ、殺してなんかない。
たまには一緒に寝ようよ。お姉ちゃん、一緒に帰ろう。お姉ちゃん、はい、お姉ちゃん、バレンタインのチョコレート、どうせあげる男の子なんていないしね。友チョコならぬ姉チョコってやつですよ。おかえり、お姉ちゃん。なんで。お姉ちゃんは肉と神経を残したまま引き剥がされることになるからね。わかった。じゃあないでしょう。イエスかノーか、来るのか来ないのか、こんな簡単な条件付けすらも理解できないの？どうなの？絶対来るかな。どうやって？ここは私の世界、私の支配下にあるのに。私の世界。そうね、まだ気づいてなかったのよね。生きてるってなんて不幸なのかしら。私がお姉ちゃんだったら死んだ方がマシって思うわ。授業を受けて、放課後に近所の本屋に寄って買い物したんだよね。そうだけど、その時本棚のファッション雑誌を見つけてパラパラとめくり、あまり良さそうな服がなかったから棚に戻したんだよね。知ってるよ、当然知ってる。だってそれ、私が設定したんだもの。どういうこと？あなたの名前は本当にクグツソラミ？そうよ。証明できる？証明なんてできないけど、する必要ない。だって私は私だよ。クグツという名字も
単に傀儡の感じを変えただけなのに。そう、あなたにはね、記憶なんてないの。思い出も性格も全部嘘嘘嘘。本物なのはあなたの顔だけ。やめて。お姉ちゃんが守ってあげなくちゃ。大事な妹を守らなきゃ。そのためだったら命を懸けてもいい。バカみたい、バカみたい。私は一体何なのよ。さあ、私は名前を忘れたけど、誰かからお姉ちゃんをもらっただけだから。あなたがもともとどんな存在だったかなんて知ったこっちゃないな。いたずらに使ってどこが悪いの？そう、いたずら。踏みつぶしてもひねりつぶしても叩きつぶしても自然発生するじゃない。私はたまたま譲り受けたお姉ちゃんを記憶をいじり回して遊び道具に使っただけ。名前も知らない誰か。違うでしょ。違うわよね。人間じゃない、それだけは分かる。じゃあ私は天使、それとも悪魔。ひどいよ、あいつ人間のことなんとも思ってないんだもの。知ってる？気づいてる？世界なんてとうの昔に終わってるの。この世界は腐って見放されてどうしようもなくなってるの。だから私だってやりたいことをやる、望んだことを望む、好き勝手にもてあそんで好き勝手に殺してやるんだ。全部遊んでやる、遊んでやる。腕を掴んで引きちぎり、首を掴んでひねり回す。そして永遠にこの学校で遊び続ける。それが私の考えた支配、私の望みなの。天に向けて声高らかに呪詛を吐き、地に向けて厳かに暴虐を与えてやる。楽しいと言って。ここは私の王国、
私の理想郷だから、みんな楽しいの。ねえ、楽しいでしょ。みんなもそう思うでしょ。なんかない。だからお姉ちゃんも たっぷりいじめてあげる。生きていることを後悔するほどいじめてあげる。五感と通学神経は大事に保管して、他を徹底的にいたぶってあげる。バラバラになった自分を見せてあげる。腐敗する過程を思う存分体感させてあげる。生きるってことがどれほど辛くて苦しくて絶望なのか、とことんまで思い知らせてあげるからね。バグかしら。まあ、自分ではコントロールできているつもりだったのに、まだ安定していない。この私の支配空間にどうして干渉できるのよ。答えなさい。答えないとこいつの頭を輪切りにするわよ。答えなさい。答える必要はなく、君の脅迫も全く必要性を見出せない。この電話を君が取った時点で、我々はすでに座標を特定している。さあ出てこい。私の領域で、私の力で存在を切り刻んでやる。
では、問おう。このまがいものの世界において絶対的支配者として君臨する君が一体何を恐れている？私に言葉を許し、私に侵入を許している。それは異物だもんね。それもあれだ、Tか G か、さもなきゃエボラってレベルで。嘘、ユーリ？ユーリ、あ、なるほどちょっと会いすぎやしない？あ、ところで、あなたのお名前なんだったっけ？確か、あれ、なんだったかな。ごめんね、現実だとあまりに雑魚すぎて覚えてなかったわ。黙れ！私のたかが一撃で血を流すなんて、夜の魔女め。ちょっと何よ、これでも若いのよ。私は心はいつでも11歳ってやつ。若くて未熟なのよね、実は。排出するのは全部この天道刹那に任せるわ。せいぜい頑張って戦って、頑張って絶望してちょうだい。その前にクグツソラミの避難を優先すべきではないだろうか。彼女は私が救出する。なのであなたはとっとと自称お強い天使様をぶっ飛ばしちゃいなさい。了解、対象をゲテルに確定する。力の天使、他者の視力を強奪し隠された事柄を司る存在、そしてこの小さな世界の支配者。ここで問題になるのは、君が何を隠しているかだろうな。君に何が起きた？黙れって言ってる！Thank you.
た大丈夫？見た感じ外傷もなさそうだしね、問題ないか。私の名前はリリスよ、よろしくね。北欧の方？いえ、エデン出身よ。まあ家庭の事情で引っ越して、その後は航海沿岸に住んでいたんだけど。それでその無理、この世界にあなたがやってきた経緯はあまりに煩雑で、こんなところでのんびり語るには向かない代物よ。ああそうなの、じゃあいいや。気にならないの？気になるんだけど、気にしても無駄なんでしょ。思考の切り替えしておかなきゃ、また殺されそうになっちゃう。あ、でも一つだけ答えて。うん。これは夢？なるべく簡単に説明すると、この世界は極めて夢に近いわ。でもあなたの夢じゃなくて、先ほどまでここにいたゲテルの夢、精神領域なのよ。ゲテルが支配したゲテルのためだけに存在する世界、物理を含めたあらゆる法則が彼女の支配下に置かれ、彼女が望んだことは何だって実現する。ちょっと望んだことが何でも実現するなら完全無敵じゃない。刹那って人勝てるの？そう、勝率8割ってとこかしら。どっちが？心配なの？そりゃ心配よ。わざわざ助けに来てくれたのに、帰り討ちに会ったって言うんじゃ。うん。本当はさっさと脱出しようかとも思っていたんだけど、せっかくだし見物しますか。見たらこの教室ってひどい荒れ様だったわ。私はともかく、あなたにとってこのままというのはちょっとひどいわよね。よしよし、それでは。西部劇ね。それで、お前の名前は？天道刹那。何？巡礼者？ここまでたどり着ける力を持っているの、うすうす感づいているんじゃない？どうして自分がここに呼び出されたのかなんて。それは、
知ってるでしょ、知ってるでしょ、この世界の虚栄を、残忍さを。なら手を貸しなさいよ、一緒に壊しましょうよ。あいにくそういうのを防ぐために私が召喚されたんだ。君は破壊、私は防衛、互いの立ち位置は明瞭だ。ゆえに君の希望を打ち砕く。そうなら仕方ない。ええ、仕方ないわ。この世は全て欺瞞と疑念でできている。ならば私の幻影が世界を覆ったところで問題はない。お前のビジョンも私の幻影に取り込んでやる。原告をもって一切の非戦闘行為による解決を放棄、戦闘行動へ移行、撃滅による状況好転を目標とする。ガンホウオードック、腹渡を食いちぎれ。距離感どうだ。逃げ切り一認識合格。お前は自分の資格を信頼できる？対して怖くはない。もう対応できない。距離感をつかめないように忘れてる。意外に効果があるでしょ。さっきは油断した。もう怪しげな魔術は使わせないから。対応したと言ったはずだ。ロマンチックよね、骨が砕ける音。待って、なんで
も魔法もなしにいきなり回復してんのよ。そんな術の手段も方法も山ほどあるじゃん。魔術でも魔法でも道術でも法術でも、あるいはそれと真逆に科学と力で。罪人を受け入れ追放し弾劾する権。この権、貴様も永劫に近い時をよりよく過ごせ。権の持ち主君じゃないはず。違わない。天使が使わないなら私が流用したところで何の問題もない。嘘よ、そんなの信じない信じない。どうしてどうして人間ごときがこの剣に耐えられるのよ。どんな聖人にも生まれたての赤子にすら罪を刻むことのできるこの剣にどうして耐えられるの。人間なんて神に祈り天使を崇め悪魔にすがる、ただそれだけの存在でしょうに。随分と人間をバカにするものだな。君はその人間に信仰されていただろうに。私は天使なんかじゃない。そうか、なら君は何だと言うんだ。どういう存在だと認識すればいいんだ。あ、暴食の罪よ、良心なく快楽、知恵も誇りもなく、ただひたすら食らい尽くす汝が姿を世に示せ。
豚が鳴いてるわ。小豚？あれが？やめて。遊びは終わりだ、小さな支配者。八つ当たりでさらわれ、八つ当たりで殺され続けた彼らも、これでようやく解放される。解放ですって、ふざけるな。お前がやろうとしていることは私よりひどい。どこなの？みんなここで幸せに過ごしているのに、みんなここで永遠に殺されて幸せなのに。もう喋るな。やめろ、やめて、やめて、やめて。ラジエルの力で現実とのリンクが完了した。これを削除が開始される。
ちょっと何よ、うるさいわね。うるさくもなるでしょ。その何、一体全体私たちはどこにいるのよ。あら、日本人のあなたにとっては見慣れた場所じゃないの。あ、いや、地方出身って可能性もあるか。いいえ、残念ながらここに住んでいた気がしますよ。見た覚えがある建物がいくつもいくつも存在する。でもだからこそわからない。一体東京に何があったっていうのよ。さてさて、何があったのやら。私だって知りたいくらいだもの。まああなたより深い場所まで知っているのは確かよ。でもあなたの意見も聞きたいかしら。第三次世界大戦が起きて人類が滅亡する。いや、した。はいはい、なんだってなんだって。それではかすっただけね。じゃあもうわかんない。諦めるの早くない？当たり前でしょ。こんな常識からド外れた状況、一般人の私には荷が重すぎるわよ。一般ね。まあ、いっか。じゃあちょっとだけ説明してあげる。あなたたち人間の世界は滅亡が確定しました。天使と悪魔も状況的に滅亡間近です。天使と悪魔？そこで私たちは生き残った人間に望みを託すことにしました。今や打ち捨てられた世界である煉獄を使い、疑似的な人間世界を築き上げました。そう、ここは天国でも地獄でも地上でもない、天国へと至る道のり、その半端な場所に存在する狭間の世界。今は煉獄ではなく東京バベル。そう呼ばれているわ。東京バベル。なんでそんなことになったかとか、私の正体とかはおいおい話すとして、刹那たちの後を追いましょう。大丈夫大丈夫。大丈夫って何が？下に人間はいないから下着が見える心配はないわ。誰もそんなこと心配してないわよ。私が心配しているのは墜落死だけ。大丈夫大丈夫、根拠はないけどなんとかなるわ。根拠はないんだけど。根拠がないなら大丈夫じゃない。お、いたいた。いたいたって何が？うわっ。ほんと何でもありね、刹那は。さてと、ケーテル。無理よケーテル、あなたは死ぬわ。ただの落ちた天使として全く無造作に死に果てる。因果応報。天使とて人間を殺戮したくなるのであれば、人間が天使を殺戮し返したとしても仕方がない。あとさらに言うなら、あなたの持ってるこの剣、
これあいつのでしょう。盗みはいけないわね。盗みはあなた代わりにも天使なんだから。いやだ、死ぬものか死ぬものか。死ねば死ねば私が私でなくなってしまう。仕方ないことよ。リリス、お願いリリス、何でもするから命だけは助けて。それは無理よ。あなたはあらゆる規律を破った。懲罰ではなく自分の優越のために絶望を送って人を殺し、天使の武器を盗み、幻影の世界に端的した。だってそれはなぜ壊れたの。死ぬ前にせめて私たちの役に立ちなさい。精神を汚染されたあなたは何を見たの。じゃなく言えないよね。それは第三者からの圧力。第三者からの圧力だとすると誰になるのかしら。世界は、ん？世界はもう進むべきじゃない。戻ることができず進むしかないのなら立ち止まるしかない。立ち止まってそこで永遠を楽しむの。なんというか大敗的な考えね。あくまである私が言うのもなんだけど。だって進む先は滅びしかない。天国の門を開いてはならない。バベルを登って階段を見つけてはならないのよ。滅びね。でも遅かれ早かれ滅びは来るわ。だから私は幻影で楽しんでいたのに。畜生畜生畜生。ゾラミオ姉ちゃん、いいものをあげる。しろ。大丈夫か。ゲテル、あなたの目を移植するなんて最後の最後にひどいことをしてくれたじゃない。くぐっそらみ人間よ、見なさい見なさい見なさい。私が見たもの、私が感じたものをそのままくれてやるわ。大丈夫、最初はなかなか見えないでしょうけど、すぐに慣れて見えるから。ゲテル、いいわ、殺して。彼らに対して明
レーダー、二つ目、私の死体を海へ捨ててちゃう。 OK、 捨ててあげる。目を開けられるかい？うん、やってみる。ねえ、一体私に何が起きたの？目を移植されたのよ。ゲテルの能力の一端ね。彼女は隠された事柄を司る天使。したがってその目はあらゆる存在の真実へとハッキングすることができるようになっているわ。あれ？それっていいことじゃない？人間の脳では耐えることのできない真実も否応なしに知ってしまうかもしれないけど。全言撤回します。あ、もう何とかして。しかし記憶を消してから戻してあげようかとも思ったけど、そういうわけにはいかなくなったわね。返してくれないなら何もかも知ってる限りのことを洗いざらい話してくれた方がいい。リリス、私はゲデルを運ぶことにする。ああ待って、それなら一緒に彼女も連れていくわ。この世界の果てを見せておいた方がいい。了解。銀座だ。うん、銀座ね。これで無事この階層が解放されたわ。まったく、一番最初のクエストでこれよ。酒が思いやられるったらありゃしない。あら、何か聞きたそうね。何かある？とりあえず些細なことはあまり考えないようにした。後でゆっくり説明してくれるんじゃないかなと期待してる。そうすればまあ分かることは分かるでしょ。察しがよくて助かるわ。というかあなた割とたくましいわね。鍛えられたの。着いたわよ。ちょっと待って、パージの許可をもらうから。東京バベルの外壁を一部外すらしい。彼女を海に捨てるために。あ、本当に落とすんだ、物理的に。うん、物理的に。最後の願いなら叶えてあげなくては。はやい、じゃ待ってるからよろしく。ループしてる？ああ、よくわかったわね。ここから先は何もないわ。言ってしまえば昔のゲームと同じよ。リアルでどこまでも突き抜けられそうだけど。絶対にここから先にたどり着くことはない。絶対。しか見えんわこれ。
こらこら遊ばない。あーときてきた。鳥か飛行機か、はてさてその正体は。到着した。絶対領域持ち美少女ラジエルでした。私は美少女だったりするのか。まあ美少女と言っていいんじゃないかと。ほほう、美少女だったのか。まあそれはそれとして、パージの許可をもらってきたよ。ういうい、そんじゃパージよろしく。うん、刹那以外少し離れて。よいしょ。ちょっと近づくわよ。しっかり捕まりなさい。あ、うん。今日バベルよ。驚いたでしょ。さてと、ラジエル、ちょっとこの子お願い。何か一言あるだろうか。シーナ、そのさようならっていうか、全然さようならって気分でもないけど、でもやっぱりThank you.
これにて夜の魔女リリスの名において第一階層銀座解放を宣言する。第一階層銀座の解放を確認。フランクにしなくていいから。そう。ところで一つ聞きたい。セツナはともかくとして、こっちは初対面だったか。ゲテルが勝手に引っ張ってきたんでしょ。大方は分かりませんが、まあそういうことかもしれません。お名前。一つよろしく。くぐつそらみか、カッコ仮とかつけておいてくれると嬉しいかも。将来本名を思い出した時のために。カッコ仮といいの。そらみ、ラジエルはよほどのことがない限り訂正を許可しないわよ。了解。ソラミカッコカリ。カッコカリは削ってください。ソラミカッコ笑い。いじめか、いじめだろ。ラジエル、彼女はソラミと呼んでほしいそうだ。了解。じゃあクグツソラミ、どうか今後ともよろしく。しますか。そこで一休みして第二階級について考えましょう。学園、そう、東京バベルの人間たちが存在する最後の希望の学園。私たちはパンドラと呼称しています。パンドラってギリシャ神話の？ね、あらゆる最悪と希望を丸ごと抱えた場所としてね。行くなら時計台が一番近い。オッケー、じゃ行きましょう。今のうちによく見ておいた方がいいわ。これで見納めになるでしょう。銀座が？え、この風景は何もかも。せつな。言うのを忘れてた。何かある？うん、助けてくれてありがとう。ちょっと待ってソラミ、私には何かないの？え？ああ、ありがとう。感謝する気がこれっぽっちもねえ。
嘘嘘、ありがとう、ありがとうってば。よしよし、いい子だ、愚かなる人間よ。リリス、口調だけ厳かにしたところが今さら何がどうなるものでもないと思うのだが。セブンね、気分の問題よ、気分の。こんな場所が学園なの？いいえ、学園はあってないようなものだから。ただまあ、出入り口を確定できる場所はある程度限定されているのね。せつな、私はセラミ抱えてるから、お願い。第一階層のこの時計台から学園に入る場合、地震を1、分身を9、秒針を3に合わせて。お風呂もあるし、冷蔵庫には食べ物もあるわ。お腹が空いたんなら何でも食べていいわよ。カップラーメン食べたけりゃポットにお湯があるから。え、でも勝手に使っていいの？いいのよ、ここは私たちが使っているんだから。私は外にいるから、今のうちに着替えておいてくれ。これがスラミの着替え。私、青色がいい。はいはい、小豆色は譲らないわよ。ありがとうございます。落ち着いて。はい。よしよし、それじゃあ語ろうか、話そうか、喋ろうか、伝えようか、この世界のあらましと終わりと半ばを生きる者たちについて。
そこで座っているあなた。そう、そこのあなたよ。申し訳ないのだけど、質問があるの。あなたは？私のことはどうでもいいでしょ。大事な質問だから、よく聞いてよく答えなさい。あなた、これから死ぬ気？それしか、することはない。別に死ななくても問題ない？ない。ないが、やるべきことはもう残っていない。それならね、私が違う世界でやるべきことを与えたら、あなたはどうする？違う世界？そう、こことは全く異なる新しい世界。その目的は？世界の救済よ。どう？話に乗ってみる。どうもこうもない。それが人道的なものであるという条件付きで、私は全力を尽くすだけだ。利用され、使い潰されるとしても？それは構わない。私は私自身の権利など必要とはしていないから。そう、じゃあ私と一緒に来なさい。頑張って使い潰してあげるわ。あ、ところで、あなたお名前はちゃんとある？名前？名前は刹那。天道刹那。私は夜の魔女リリス。それからこちらが神の秘密ラジエル。よろしくお願いする。さあ、この手を握りなさい。地獄より恐ろしく、天国より心地よい世界、天と地の狭間にある東京バベルへ招待するわ。東京バベル？それは問答無用よ。ご心配なく。あなたはあなたでしょ。私は。あなたの人生は他ならぬあなたのもの。私たちには私たちなりの事情があって、あなたに少しだけ協力していただきましたが、すぐに忘れ去られる時間の狭間の出来事です。あなたには何の関係もありません。君は誰？それでは、さようなら。ねえ、私にはそれがわからないのよ。いや、わからないって言い出したら何もかもわからないんだけどさ。だから世界が滅びつつあるの。天国が平均した、地獄は解体されたので、私たちは煉獄船東京バベル号に乗ってる。すげえわかりやすく言ってるつもりだと思うんだけど、ぶっちゃけわかりにくいわそれ。あー、困ったわね。
私が平行世界の概念から教える。その方がいいんじゃないか。刹那先生、よろしく。では、世界という存在について考えてみよう。先生、ハードル高そうな気がします。哲学ですか、それとも天文学あたりですか。大丈夫、簡単だから。本当かな。パラレルワールド、平行世界という概念があるのは空見も知ってる？ああ、はいはい、知ってる知ってる。つまりあれでしょ、もしも何々だったらという過程で作られる世界のことでしょ。そう、例えば A という人間が生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされたとする。確率は半々だ。この瞬間、A が生きた世界と死んだ世界が自動的に作り出されることになる。基本的に平行世界はそういう風にしてどんどんと形成されていく。ところが、歴史というのはある程度の許容力を持っている。空見の世界で電話を発明したのは誰かな？ベルだったと思うけど、名前なんだっけ？なんか美味しそうな名前だったような。仮にベルが電話を発明しなかった、あるいは特許の申請が遅れて依頼者グレイが電話を発明したということになったところで、世界の大雑把な歴史の流れに変わりはないということ。電話を発明したのが誰にせよ、その後の発展は変わらない。再現性とでも言おうか。地球の、人類の歴史は細かな部分では常に基軸となっているものがあって、それないようになっている。だから大抵の平行世界は生み出された瞬間に吸収されて元に戻る。だが、人間の何気ない選択が、自然の気まぐれが、時折世界に対して凄まじい変化を生み出すことがある。え？例えば？1989年、君の世界ではベルリンの壁が崩壊したと思う。これをきっかけに東西ドイツが統一を果たした。これは正しいかな？とある平行世界では、東ドイツの政府スポークスマン、ギュンター・シャボウスキーが勘違いをしなかった。ただそれだけで世界は変わった。そもそも壁崩壊のきっかけは彼の勘違いだった。ベルリンの壁を除く出国の規制を緩和する政令だったのが、会議に出席せず内容もよくわからないままだったため、ベルリンの壁を含む政令と彼は認識してしまった。だからマスコミに発表した時、彼はベルリンの壁を越えられる許可を出したも同然だった。その上、この政令は直ちに執行されると発表したものだから大騒ぎだ。その混乱のために市民がベルリンの壁に殺到し、わけもわからず壁を守っていた警備兵を相手に暴動寸前まで発展した。結果、壁は解放され破壊された。はあ、そんなきっかけだったの。あれ、君のいた世界でも歴史を調べればそうなっていると思う。ところが
その平行世界ではシャボウスキーは精霊の内容をよく熟知していて、正しい内容を発表してしまった。結果壁崩壊が起きず、ドイツ統一は果たされなかった。民主化の機運は高まっていたけど、その世界では様々な条件がさらに重なって、いわゆる東側が勢力を拡張した。結果ソ連とアメリカの間で戦争が勃発。社会主義国家と資本主義国家を巻き込み、第三次世界大戦が起きてしまった。そのシャボンだかシャポだかの人がたまたま勘違いしなかっただけで世界が変わった？少なくとも第三次世界大戦が起きる確率は低くなった。ともあれ、これほどダイナミズムに世界が変わった場合、完全に元の世界と異なる存在として認識される。誰かがほんの少し何かをかけ違う。それを数千年繰り返し、さまざまな平行世界が生み出された。具体的にはどんなの？霊の存在が確定した世界、超能力者がありふれた世界、核戦争で滅びかけた世界、滅んでしまって動物たちが世界の覇権を手に入れた世界。リリスやラジエルはその無数にある平行世界の管理者、いや違うか、ウォッチャーズだ。あなたたち人間は本当に面白いわ。いや冗談じゃなく、私たちに極めて近い力を生み出すに至った世界も存在する。それは例えば刹那とか。ごめん、なんか聞いちゃまずいことだった。刹那はちょっと違うのよね。まあいろいろあったってことでご満足してちょうだい。そのうち彼の物語を聞かせることだってあるでしょ。ねじゃあリリスはやっぱり悪魔ってこと？でラジエルが天使？その通り。ひゅっ！私たち天使は本来作り出された平行世界の管理が目的。悪魔は平行世界が生み出した人間たちの管理が目的となる。そうしてまあ数千年が経ったわけよ、平穏無事にね。ところがある日突然全てが狂い出した。狂う？まず主だった平行世界に次々と崩壊の兆しが見られ始める。それは人間の選択のためではなく、自然の抗いですらなく、ただただ無造作に世界を握りつぶすような破滅だ。さらに追い打ちをかけるように、まず天使が天国にアクセスできなくなった。天使は追い出され、天国へとつながる門を完全に閉じられた。神に最も近いと言われていた四大天使のうち、ミカエルを除く三人も大混乱の中で消息を絶った。四大天使？ミカエルに、ラファエルに、ガブリエルに、あと誰だっけ？ウリエル。相
変わらずあいつは忘れ去られるわね。あーでね、地獄は地獄で大問題。地獄の最下層コキュートスで凍りつけになっていた悪魔の王ルシファーが姿を消した。行方不明？行方不明ね。地獄は上を下への大騒ぎ。勢力バランスが崩れたのをきっかけに内輪で戦争すら始まるところだったわ。ところがすぐに地獄へ大量の水がなだれ込んできた。水？うん、あの水はおそらくかつて人類を滅ぼしかけた巨大な雨雲よ。我々はこれらの災害を全部まとめて震災と呼称した。ことここに至って天使も悪魔もひとまず協力体制を敷くことにしたわ。まずは常在の場という役割を放棄していた煉獄をミカエルが回収した。ただまあ煉獄を新たな世界として作り上げたわけだから、その代償も大きかったのでしょうね。ミカエルは間もなくして亡くなった。そんな時、ある天使が神からのメッセージを告げた。それはくしくもミカエルが亡くなる間際に伝えた真実と同じだった。人の子よ、巡礼せよ。巡礼すれば汝の願いは叶うであろう。巡礼、人間たちに東京バベルを巡礼してもらい、七つの大罪をあがなうという過程を経ることで天国の扉を見つけて開く。巡礼を提唱したのは神の来帝と呼称される天使メッセンジャー。彼女たちの言葉が本当に正しいのかどうか、それを知る術はないけど。もうそれを信じるしかなかったってわけよ。私たちは天使と悪魔は共同で滅亡していない平行世界から力ある者たちを救い上げた。英雄、怪人、超人、勇者、あらゆる世界のあらゆる優秀な存在をね。私たちは彼らを学生に仕立て上げパンドラに転校させた。その数ざっと1億人。1億人の学生？スケールでかっ。第一階層から第七階層、七度の巡礼を経て天国の門が開かれるはずだった。だけど門を開くことはできなかった。というより誰も門まで到達できていない。現状第四階層が最高記録。いろいろと問題はあったんだけど、まず一つ目、パンドラに集う1億人の学生が全員巡礼に迎えるわけじゃない。あ、いや、むしろ絶望的な現実から逃避する連中の方が多かったのよ。消失と殺害は違うのか。消失ならば天国に向かった可能性がある。望み薄だけどね。殺害は簡単明瞭、実行犯が存在するのよ。支配者と私たちは彼らのことを呼んでいる。何かが原因で頭のネジが緩んだか調律が狂ったかでボンとなってしまった連中よ。
東京バベルを支配し王を気取る連中ね。ふん、女王かも。例えばゲーテル、彼女も壊れた存在だったわね。私は彼女に召喚されたんだよね。多分ね。ゲテルはあなたをどこかの平行世界から召喚した。あなたをもてあそび殺すためにね。妹としての記憶をすり込んだのもあなたがより衝撃を受けるためだと思うわ。大丈夫？あんまり大丈夫じゃないっぽい。やっぱ妹の話題はしばらく後を引く。このパンドラにも支配者になってしまった連中が攻め込んだことがあったのよ。誰が支配者になっていたんだ？聞くとドン引くわよ。非凡な超能力者であったサンジェルマン伯爵、天使の軍団長であったサンダルフォン、至高にして暴食ハエの王ベルゼバブ、もう3年前の出来事だったかしら。激戦で何百何千という人間、天使、悪魔が死んだわ。たった三人、たった三人で全ての天使と悪魔と人間を打ち滅ぼそうとしていた。笑いながら、おどけながら。まあなんとか撃退したけどね。犠牲は大きかったわ。ともあれ、そんな状況だから人間を巡礼に向かわせることもなかなかできなくなっていたの。それを打開するために私が呼んだのがそこの天道刹那。え、そうなの？実はまだよく分かってないんだが、どうやらそうらしい。実は刹那を召喚したのってついさっきだったからね。まあでも私は私であの力に驚いたわ。ゲテルは完全に使いこなせてなかったとはいえ。語りうるべき現状はそんなところかしら。あと一つ忘れてた。ソラミ、重要な話があるわ。あなたは幸か不幸か天使ゲテルの力を得てしまった。あのちょっと近い。ひゅっ。ゲテルの瞳は隠されたものを暴き立てる力がある。それがあれば隠された天国の門への道筋を見つけ出せるかもしれない。そんなわけで、あなたはにわかに重要人物扱いなのよ。体は大事にしてちょうだいね。力のパスは可能ですか？誰かもっと立派な方にお任せした方がよろしいんではないかと愚行する次第であります。あと乙女の柔肌に指をつってすんな。
。やってもいいけど、その場合あなたの視力が残る保証はないわよ。座頭のいっちゃんになる。どうする？前向きに前処します。まあ細かな部分も大まかな部分も知りたいことはまだ山ほどあるけど、ある程度のことは分かったわ。でとりあえず問いかけ。私は具体的に何をすればいいの？アバダンに学ぼうとするその精神、私嫌いじゃないわ。とりあえず褒められていると受け取っておくわ。で何するのさ？あなたたちがやるべきは2つ。1つ、東京バブルの巡礼。第2階層から第7階層までを踏破。最後の階層に天国への階段、ヤコブのはしごがあるはず。それを探し出して天国の扉を開く。それが第1の目的。そして第2目的。各階層には支配者になり果てた者が存在するはず。それらをことごとく打倒する。焦るのはこちらの方が主要なのでね。刹那ってやっぱり強いんだ。ああいや、ゲテルと戦っていた時にもう分かっていたけどさ。うん、私は壊れた存在を打ち倒すために召喚されたらしい。天使であれ悪魔であれ人間であれ、私に戦って打ち勝てる存在は数少ないから。バベルに隠された何かがないか調べてほしい。見ればいいの？うん、もしかすると何かが見つかるかもしれない。本とか見つけてくれるとすごくありがたい。震災が起きた原因はラジエルたちにも分かってないのか？君たちは天使として世界を管理していたのだろう。少なくとも生き残った天使たちは誰も分かっていない。特に私は震災前後の記憶がどうしても思い出せなくなっている。あれ、ラジエルも記憶喪失さん？震災の前後でぽっかりと記憶が抜けている。気づいたらカマエルに引っ張られて逃げていたから。何か原因もう思い出せない。ただ確かなことは一つだけ、本を探さなきゃいけないということ。じゃあ本を重点的に探すことにするよ。ありがとう心の友よ。いだだだだ
潰れる口から変なの出る。それでそれに、あなたは東京バベルより先にまずはこのパンドラを巡ってちょうだいな。はい、もしトラミの目に引っかかる存在がいれば、そいつは天使や悪魔に危険するほどの力を得た人間だから、チェック入れておかないとね。本来私たちが全てをチェックしていて叱るべきなのだけど、もう追いつかない。そんなの私にわかるかな。論より証拠、区分は一見にしかずか。うぃし、ちょっと魔王アスタロトと大天使カマエルに会ってみましょうか。人外がどういうものなのか感覚でつかめると思うわ。授業の邪魔をして申し訳ありません。リリス、どちらに行く？アスタロトはおそらく校長室、カマエルは生徒会室。セツナ、あなたは二人とも会ったんだっけ？あった。どちらも個性的な人物、いや、天使と悪魔だと記憶している。あなたが決めてちょうだいな。天使に会う、それとも悪魔に会う。